ジかー。暖かな春の訪れとともに、私たちは入学式を迎えることができました。緊張と不安の中にも、これから始まる学校生活への期待で胸がいっぱいです。本日はこのような立派な入学式を行っていただきありがとうございました。って私以外に生徒がいないじゃないの。いくら新設された学園だからって私だけってどういうこと。ああ、そっか、先生も今日赴任してきたばかりだったわね。はあ、仕方ないわね。続けるわ。8年前、私たちの世界は薬災に遭い、魔獣の襲撃を受けました。家族や友達を失った生徒もたくさんいます。私はその時、何か知恵を出すことも行動することもできず、自分の無力さを痛感しました。その後も魔獣の攻撃は続き、消失した我が家から離れ、災禍の中この土地にやってきました。生活が少し落ち着いた頃、異世界の力を借りて魔力兵器を開発したと耳にしました。しかし魔力兵器を扱えるのは10代の少女だけだと。そして私もその一人としてこの学園に入学しました。この学園はかつては歴史のある女子校でしたが、8年前の薬災からは休校になっていました。しかしこの春からは対魔獣の特殊養成機関としてたくさんの生徒が集まってきます。この歴史ある校舎で仲間と共に学び、学園の良いところをたくさん取り入れ、自分自身を向上させていきたいと思います。そしていつかみんなの笑顔を取り戻す決意を新たにして、実りある学園生活を送りたいと思います。新入生代表、立花サリー。私だけよ。そうなんだ。ああ、もう入学式終わっちゃったよね。薬剤の中だものね。ここにたどり着けただけでもね。先生もそんなところでぼーっとしてないで、自己紹介ぐらいしなさいよ。よろしくお願いします。ねえねえ、先生は異世界から来たんでしょ。異世界では魔獣に対抗できる魔法兵器を開発していて、その力をこの世界に持ち込んだって習ったよ。この世界よりも科学が発達しているんだよね。アップルとかグールグルっていう端末を使ってこちらの世界で実体化しているとか。先生は異世界からこの世界を救うために駆けつけてくれたんだよね。まあでもこの学園については私の方が詳しいみたいなのよね。先生には後で学園について説明するわ。入学式が私だけだったせいで、なぜか生徒代表になってしまったから仕方ないわ。まずはこれよ。バトルの指揮は先生の仕事よ。出撃を
そうそう、チュートリアルをクリアすると運営から新任先生へのプレゼントがあるらしいの。頑張りなさいよね。ガチャよ。そろそろ私も新しい武器が欲しいわ。あなたが先生、私は星川しおり。今日からこのチームでお世話になるわ。できる限りのことはするけれど、過度な期待はしないでちょうだい。次は武器や衣装のバージョンアップよ。装備の強化も頼んだわよ。
裁縫ってそんなに得意じゃないんだけど。いい感じですよね。次はトレーニングね。やるからには頑張るわ。私がサポートする以上手抜きは許さないわ。一生懸命サポートするね。大昔の人は、さて、ひと頑張りしましょうか。お疲れさ。私も新しい武器が欲しいわ。
する。私も新しい武器が欲しいわ。